はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ニュース入っていきたいんですが、今日は本当にたくさんですね、皆さんにお伝えしたいニュースがあって、結構いろいろと重要なものも多いと思うので、ぜひ最後までご覧いただきたいんですが、ちょっとすべてはカバーできないので、よりすぐりのものをですね、ちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で、まずはこちらなんですけれども、先日もですね、若干ちょっとこれに関連したニュース触れたんですが、アジアの時間でですね、かなりマーケット、仮想通貨のマーケットが、ベアリッシュというかですね、ヨーロッパだったりとかアメリカと比べて、非常に弱い時間帯になってるっていうのが、また記事になってるというわけなんですね。で、特にやっぱり注目を集めたのが、先日ですね、中国が、いわゆるその利下げをしたんですね。3.85%を3.8っていう形で、どんだけちょっとしか下げないのっていう感じではあるんですけれども、そういった比較的緩和的な動きをしたにもかかわらず、マーケット全般としては、非常に弱い動きを見せていたと。やっぱそういったところもあって、かなりアジア時間の弱さっていうのは際立っているよねっていうのがですね、今、また新たに注目をされていますと。で、これがですね、ビットコインのパフォーマンス、赤がアメリカ時間、黄色が、アジア時間ですね、ブルーがヨーロッパの時間なんですけれども、これだけ1年間ぐらいやっぱ見てみると顕著になっていて、イーサリアムに比べてみると、もうさらにこれだけ顕著に出てるので、かなりやっぱアジア時間っていうのは厳しい時間だよねと。で、ここ最近の動きも特に見ていただけると、考えていただけると、振り返っていただけるとですね、こんな状況になってるので、短期的にいろいろと、ポジションを持たれている方については、そういったところを意識されてみてもいいのかなと思います。でですね、結構やっぱりその、ここのあたりもそうなんですけれども、やっぱりアジアの時間っていうのはロシアだったりとか中国ですよね。そのあたりからの売りっていうのが、結構目立って入ってるんじゃないかっていうふうにもやっぱり多く言われているので、この傾向はですね、おそらく今後も、しばらく続くんじゃないかっていうふうに、トレンドとしていくんじゃないかなとは思っています。で、その一方で、先日のニュースであれば、ある程度の取引所の中国国内の人に対しての、シャットダウンみたいなのは12月末にはですね、終わる予定なので、その以降はちょっともしかするとトレンド変わらないかもしれないねというふうには、言ってる方もいらっしゃるんですが、まだやっぱりそうは言っても、継続的に売りが出る、アジア時間弱いよねっていうところで見ておいた方が、いいのかなと思うので、このあたりのトレンドの認識っていうのは、持っていて損はないかなと思っております。はい、次なんですが、とはいえですね、中国企業が、この、メタバース関連の、ブロックチェーン関連の、テクノロジーに対して、メタバースとブロックチェーンって一緒にするのは良くないかもしれませんが、メタバースに関して、ものすごく今資金を投入していますと。で、これ世界的にもそうなんですが、去年の2020年のメタバース関連の総額への投資っていうのを、今年もちろん当然超えてるんですが、この1、2ヶ月ぐらいで一気にドーンと増えたんですよね。なので、この1、2ヶ月で昨年の1年分を、全部越してしまうような、資金が今流入投入されているというような状況になっていると。で、これっていうのは、チャイニーズインベストメントっていうふうにここに書いてますけれども、やはり世界的にも同じような状況になっていて、やはりこのメタバースっていうものに対してやっぱりFacebook がメタっていうふうに名前変えたっていうのも大きな影響あったと思いますし、その後ですね、結構Facebook も面白い動きしてるんですよね。この後ちょっとご紹介するんですが、もういかに本気でこのメタバースの世界を取りに行こうかっていうような動きがですね、このメタ、Facebook だけでなくて、テンセントだったりとか、中国の会社は今本当しのぎを削って、まさにここにがっつり入っていこうとしてると。で、そこでまた面白いのが、中国がもうすでに政府がですよ、目をつけて規制し始めるとしてるんですよね。なので、今後この分野っていうのはどん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 成長産業として拡大していこうというようなところではある一方で、そのメタバースって中国の政府からすると、コントロールが効かない世界っていうところもある意味あるようで、怖いよねと。その中の経済圏なりどうやってやるの、当然仮想通貨っていうところがメインになってくると思うんですけれども、そのあたりも含めて非常に怖いよねと。中国国内の人たちが、海外の人たちと、交流したりとかして、いろんな情報を得たりするのも、怖いでしょうし、そこでの通貨が、どん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 経済圏が拡大していくことによって、中国の人民元が使われなくなっていくっていうところも、あるでしょうし、このあたりはもうすでに中国政府が、何かしら調査を行っているということで、中国経済が本当にここに投資をして、
それを、まあ、実らせるまでいけるかどうかっていうのは、まあ、ちょっと疑問かなと思います。ただ一方で、中国政府っていうのはそういったところを泳がせておいて、後でガツッと捕まえて、自分たちに、まあ、いいように使っていくっていうところも結構背景としては、というか、通常やってることなので、まあ、このあたりは、引き続き見ていきたいかなと思っております。で、まあ、そんな中、先ほど申し上げたんですけれども、まあ、Facebook の面白い動きなんですが、ですね、どこだったっけな、アメリカ、そうだ、サウスダコタにある、まあ、銀行があるんですけれども、まあ、そこがの名前がですね、メタっていうふうについてるんですよね、名前に。で、それは一切メタバースと関係ないんですけども、まあ、将来的に何言われるか分かんない、どんな訴えがあるか分かんないということで、Facebook はそのメタっていう、そのある意味銀行のトレードマークの権利を、まあ、60ミリオンで買ったということが発表されていました。まあ、これ、彼らがいかに将来的なこのメタバースの世界だったりとか、このメタっていう名前を今後脅かされるかもしれない、まあ、そういったところに対して、今からもうリスクヘッジしてるかっていうところなんですが、まあ、彼らは、まあ、今も、100ビリオンないんですけれども、違うか、ワントリリオンか、ワントリリオン時価総額ないんですが、確か今どれぐらいだったっけな、928ビリオンのマーケットキャップなんですね。まあ、なんで約ワントリリオンなんですけれども、まあ、その会社でもあるので、まあ、この60ミリオンぐらいは、まあ、払うのに何でもないんですけれども、まあ、いかに彼らがセンシティブになっているか、いかにこれ彼らがメタバースがこのメタにとって、 Facebook にとって重要かっていうのを表すニュースとしても非常に面白いので、まあ、今後もこのあたりは、まあ、メタの Facebook の動きもそうですし、まあ、彼らがどんどんもうこういったところで資金をいろんなところで投入して、まあ、ディフェンスもそうですし、オフェンスの方もしっかりとやっていくと思うので、まあ、このあたり、進展、今後注目したいなと思っております。はい、次なんですが、これも、なんていうんですか、引き続き、ゲームファイ関連、まあ、メタバース関連のニュースなんですが、まあ、非常にここ最近注目をされて、まあ、来ているゲームが一つありまして、これがですね、セブンバイキングというふうに書いてありますけれども、ですね、名前なんだったかな、すいません。あ、そうだ、ミニロイヤルですね。っていうゲームがあるんですが、まあ、これが、ちょっと前までは、確か、200万人ぐらいだったかな、のユーザーだったんですけれども、まあ、メタバースじゃなくて NFT ですね、の概念を、まあ、12月の上旬ぐらいに、まあ、ローンチしたんですね。で、発表したのが確か11月だったんですが、まあ、その約1ヶ月間ぐらいでユーザー数が、まあ、なんと倍以上になってきているというふうな、まあ、発表になってきていて、まあ、いかにこのゲームと、NFT のこのコンビネーションとかっていうのが、やっぱり今本当にマーケットで注目をされてるかっていうのが、まあ、今こういったニュースにも出てきてるかなと思います。で、この一応ゲームに関しては、ミニロイヤルですね、に関してはソラーナベースの、ゲームなんですけれども、まあ、今後おそらくこのような形式のゲームがどんどん出てくるんじゃないかなと思うんですよね。で、先日僕もちょっとインタビューも含めてやらさせていただいた、元素騎士についても、ゲーミファイ×メタバース ×NFT というところで、まあ、今後非常に、まあ、確かに12月23日ですかね、イニスアップに上場するということになってますけれども、まあ、そのあたりも含めてかなり注目を集めてくると思うので、このやっぱりゲーミファイ ×NFT ですかね、このあたり本当に今後も、まあ、注目の、まあ、2022年についてもかなり注目高くなってくると思うので、まあ、ぜひこのトピックですね、まあ、結構その普段我々としてはそんなに、なんていうんですかね、ゲームやらない方からするとちょっと遠い世界の話になってくるかもしれませんが、まあ、仮想通貨投資という観点からも、この辺りが非常に重要になってくると思うので、皆さんと一緒に追っていきたいと思っております。はい、次なんですが、インスタグラムがですね、ここ最近、まあ、メタのグループではあるんですけれども、まあ、そんなにあまりニュースに出てくることはありませんでしたが、まあ、ついにいよいよ NFT をしっかりと取り込んでいくっていうようなことがですね、まあ、オフィシャルに CEO の方からコメントがありました。やっぱりこれ以前からも注目されていたんですが、まあ、かなりやっぱ親和性あると思うんですよね。まあ、いろんな個人のユーザーも含めてですが、まあ、いろんな配信者がですね、 NFT をまあ投稿してそれをすぐに買えるようになるとかっていうのも、まあ、将来的にできるようになるでしょうし、今インスタグラムっていうのはそのショッピングの機能をかなり強化してるんですよね。確かそう、ショッピファイと一緒にやってたと思うんですが、ショッピファイも NFT の出店とか、まあ、販売売買とかっていうのを今後力入れていくっていうふうに言ってるので、まあ、この辺りをかなり融合させてやっていくことで、一気に NFT の経済圏っていうのが広がっていく可能性もあるかなと。で、プラス、
そのメタグループに関しては、メタグループって言い方が正しいか分かりませんが、まあ、そのメタの傘下にある、まあ、Facebook だったりとか、Instagram もそうですよね。まあ、このあたりについては、どんどん NFT とか、まあ、メタバースとかですね、まあ、そのあたりの概念をどんどんビジネスに取り込んでいって、さらに経済圏拡大をしていくと思うので、まあ、このあたりは見逃せない、ニュースになってくるかと思います。やっぱりここ最近の、Facebook、メタバース、まあ、メタですね、の株価もかなり、ちょっと、なんていうんですかね、あんまりそんな堅調ではないんですけれども、このあたりが本格的に実装されて、ビジネスがしっかり軌道に乗ってくると、まあ、もう一段やっぱり上がってくるかなと思うので、まあ、そういった株式投資の観点からも非常に面白いニュースなんじゃないかなと思っております。はい、次なんですが、ですね、2021年の M&A のアクティビティがですね、クリプトの、まあ、セクターでですね、非常にアクティブになってきてますよというのが、まあ、ここで取り上げられています。で、まあ、今回はこれクリプトの M&A だけなんですが、ベンチャーキャピタルの投資だったりとかっていうところを含めてみると、この金融セクターがもういかにこのクリプトのセクターにフォーカスしてるかっていうのがやっぱり分かるニュースだとも思うんですよね。なので、まあ、これが今後もどんどん買収とか、まあ、いろんな投資とかっていうのが、まあ、繰り広げられていく、まず中心の金融がまずフォーカスするメインのセクターだと思うので、今後もこの辺りは非常に注目をしていきたいと思います。で、まあ、このセクターがどんどん盛り上がっていくことによって、まあ、将来的な、やはりいろんなクリプト関係の、上場会社っていうのがバンバン出てくると思うんですね。多分2022年とか23年とか本当にすごい数出てくると思うんですけれども、まあ、そうなってくると、さらに資金を得て仮想通貨関連のビジネスをどんどんやっていくということが、まあ、できているいけるような、まあ、いい状態になっていくのかなと思うので、今後もですね、まあ、仮想通貨は、まあ、短期的に通貨のトークンの価格という意味ではやっぱりボラティティかなり高いと思いますが、まあ、長期的なトレンドとして、まあ、成長していくというところはやはり変わらないかなというのは、このあたりを見ても感じられるかなと思っております。はい、次なんですが、現在ですね、ステーブルコインの、まあ、サプライ供給ですね、がどんどん成長していますよということのニュースなんですが、まあ、それのメインの使われ方が、まあ、DeFi だったりとかデリバティブなんですよね。で、これ、まあ、何を僕は言いたいかっていうと、そのレバレッジが、まあ、どんどんかかっていってるような状況に今後さらに発展していくので、まあ、これはさらにやっぱり SEC だったりとか政府が非常に気にするポイントになってくるんじゃないかなというんですね。まあ、これデリバティブっていうふうに言ってますけれども、主には先物だったりとかするわけなんですが、まあ、こういったところの取引が、まあ、さらに増えていくことで、よりシステマチックリスクに発展しやすくなるっていうのは、まあ、一つあるかなとは思っております。はい、まあ、このあたりはちょっと、なんていうんですかね、いつ問題になるのか問題にならないのかっては正直、その時になったりしないとわからないものではあるんですけれども、まあ、今後やはり規制が強くなっていくところの一つポイントかなと思っております。まあ、いずれにせよですね、やはりこの DeFi が大きく成長しているっていうのは、まあ、既存金融に対して、ちゃんと君たちも、まあ、何ですか、この辺りの分野を取り込んでいかないと、まあ、成長できていけてないよっていうところのですね、まあ、サインでもあると思うので、まあ、面白いニュースだなと思います。はい、まあ、いずれにせよですね、やはりこの辺りの資金がやはりどんどん流入して、まあ、いるというかですね、まあ、ステーブルコインがしっかりと発達して、イコール経済圏が、まあ、加速度的に大きくなる、それでかつレバレッジかかるということは、まあ、この大体400%以上のですね、ペースで仮想通貨の分野っていうのは成長しているということでもあるので、このあたりは継続的にやはり注視、見ていかないといけないようなセクターだと思うので、皆さんと一緒にですね、このチャンネル盛り上げていきたいと思います。はい、次なんですが、わずかですね、ビットコインの0.01%の、まあ、ホルダーがですね、全体の27%をコントロールしていますよというような、まあ、ニュースとしてなっています。で、これってまあ、だから何っていうことではあるんですけれども、やっぱり結構タイミングとしてテクニカル的にはこうだなとか、まあ、やっぱある一方で、この人たちが動いたらマーケットの流れは止められないっていうのは、ちょっとやっぱタイミングもあったりするわけなんですよね。なので、やっぱ突発的な動きが仮想通貨にはつきものだよというところをですね、忘れないために、こういったところのニュースもちょっと取り上げておこうかなと思いました。まあ、やはりですね、いかにマクロ的にどういうニュースがとか、テクニカル的にどういう局面がとかっていうふうに、
まあ、なっていたとしても、彼らこういった0.01%の人たちが動くことによって売りが仕掛けられたりとか、まあ、買い支えられたりとかっていうのが、まあ、あったりもするので、やはり、まあ、非常にそういった観点からも株式市場と比べていろいろと予想が難しい市場ではあるので、まあ、こういったところですね、まあ、しっかりと、まあ、理解してじゃないですけど、まあ、そういうこともあるよねぐらいの感じで、ちょっとやっぱり頭の中に入れておくと、まあ、ある程度突発的な動きもですね、まあ、読めるわけじゃないんですが、精神的に、まあ、平静を保つためにも、いいのかなと思って、まあ、ちょっと皆さんに最後に、おまけ的にここまで見てくれた方にはですね、ご紹介を差し上げていただきました。はい。ということで、今日はですね、結構、バタバタになってしまいまして、機材トラブルもあってですね、撮影の時間がちょっと微妙な感じになってしまったんですが、今日も本当にいろんなたくさんのニュース、お伝えできてよかったです。はい。まあ、引き続きですね、メタバース関連、ゲームファイ関連が、非常に盛り上がりの中心になっていますが、2022年もですね、おそらく同じようなトレンドになるんじゃないかなと。はい。なんで、まあ、仮想通貨を取引する方については、僕もそうですが、そのあたりの分野も積極的に追っていきたいかなと思っております。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。